学校法人大和学園は神奈川県大和市に本部を置く学校法人。学園の名称としては大和学園聖セ,セシリアも使用されている。1929年に伊藤静江が設立した大和学園女学校をルーツとする。カトリック精神に基づく教育を掲げる学園で音楽の聖人として数敬されている聖セ,セシリアの名を学校名に関している。 突起しないものは、神奈川県大和市に所在日本のミッションスクールのほとんどは、修道会が設立母体となっているのに対して、大和学園は一神徒が使命感に基づいて開設した、神都市徒職の学園である。このため、修道所がいるわけではないが、多くのカトリック司祭の関わりの下で、カトリックの精神や教育理念が大切にされている。 カトリック学校であることの象徴として、学園制度における生体の安置がある。生体の安置には、教会からの許可が必要であり、静江は学園創設以来長らく許可を求めていたが、新都市都職の学園には難しいこととされていた。1969年に、ローマ教皇庁からの許可が下りた。1969年1月22日に、荒井勝三郎カトリック、 横浜市教区市教の指式による荘厳なみさが行われ、生体の安置がなされた。学園が運営する学校は、日本カトリック学校連合会参加の各学校連盟に加盟している。1929年の大和学園女学校設立をもって学園創立とする。創立者の伊藤静江は、小田原急行鉄道創立者である、利光鶴松の娘として生まれた。 静江は東京女子高等師範学校付属高等女、学校卒業後、精神女子学院語学校に学んだが、ここで修道女たちの生活に接し、在校中に受選。キリスト教精神に基づいた女子教育、またカトリック教育の軸として、土に親しむ教育を展開する学園の創立を志した。織氏も1925年より、 利光が社長を務める小田原急行鉄道は、林間都市開発に着手していた。1929年、小田急江ノ島線開通と合わせるようにして、伊藤静江の学園は、神奈川県高座郡山戸村下鶴間に開設された。学園の名称は、山戸なでしこに由来するとされている。創立者の伊藤静江は、土に、親しみ自然に触れる中で、 神の説理を知ることができると考えた。こうした創立者の信念のため、学園には農業と深く関わっていた歴史がある。戦時下の1945年3月には、食料増産のための専門的な農業教育のため、大和女子農芸専門学校が設立された。女子の農芸学校は珍しい。第二次世界大戦後には、大和農芸科生短期大学に改祖された。 大和農芸科生短期大学に置かれた農芸科生科は女子の農業専門機関としての教育を行っていた。1962年には産業開発青年隊の活躍により女子の海外移住希望者が増えたのに対応するためとして大和女子海外拓殖学校を設立し短大に付設した。1963年には短大に農芸栄養科が新設された。 こうした農業にこだわる姿勢は、伊藤静江を検証する立場の、ただ信頼あるのみ創立者、モニカ伊藤静江先生の足跡においても、高度経済成長により、工業化、都市化する社会に逆行して学園が衰退の道をたどってしまったと記す。短大は、1967年に、保育課が新設される一方で、入学希望者が年々減少した農芸課生課、 農芸栄養科は後に廃止された。1973年、大和学園女子短期大学への解消によって、学校名から農芸化成が消滅する。ありがとうございます。